東ベルリン市内のソ連軍戦車ライプツィヒ市内のソ連軍戦車東ベルリン暴動は、ヨシフ・スターリンの死後の1953年6月16日に、起こり翌日6月17日に収束した東ベルリン地域で発生した大衆暴動である。事件の発端は、ノルマ未達成者の賃金カットという東ドイツ政府の新政策に反対してのスターリンイコールアレへの建設労働者の ストライキであった。当初、ストライキの参加者は300人ほどであった。翌日の抗議行動に向けて労働者の数が膨れ上がった。労働者らは、顎ひげ、手腹、メガネは人民の意思ではないというスローガンを掲げていた。これはそれぞれ、当時の東ドイツの政治的指導者だった、バルター・ウルブリヒと、ビルヘルム・ピーク、オット・グローテボールを揶揄したものだった。 6月17日には4万人以上が抗議行動に参加した。参加者代表と東ドイツ政府関係者との会合が行われ、参加者側は政府首脳の退陣を要求する。しかし、ドイツ中流ソ連軍兵士約2万人ほどと東ドイツの兵衛人民警察8000人が動員される。ウンターデンリンデンあたりで労働者と兵士の衝突から、 兵士の発砲となって暴動に発展し、労働者から死者を出し、抗議行動はその日のうちに鎮圧された。暴動自体は東ベルリンで収まるが、東ドイツの600の市町村で散発的な抗議行動が展開された。東ドイツ側による情報操作により、犠牲者の正確な数は分かっておらず、55人や125人という数字が出ている。 西ドイツ内務省の1966年の推計では116人の東ドイツ体制側の死者も含め合計383人が東ベルリン暴動により死亡したとする106人が即決裁判または正式裁判により処刑されたと推計しているこの推計では1838人が負傷し5100人ぐらいが逮捕されたとしている 鎮圧にソビエト連邦軍が出動したことは1956年のハンガリードーラン、1968年のプラハの春などで民衆の要求をソ連軍が武力で抑えつける宣例となった。西ドイツでは1990年までは東ベルリン暴動が鎮圧された6月17日をドイツ統一の日としてきた。ドイツ再統一の後、その日は 実際に統一が行われた10月3日に移された。ブランデンブルク門からティーアガルテンを縦官して、エルンストロイタープラッツまでの通りを6月17日通りと解明している。長井清彦、南塚慎吾、NHK 取材班、社会主義の20世紀第一巻、P64 リースナー、フランク、清野智明、幾田幸子。私は東ドイツに生まれた壁の向こうの日常生活。 東洋書店、P32ISBN978 から4から885959929長井南塚 NHK 取材班社会主義の20世紀第1巻、P66 ありがとうございます。